フリマ引っ越しは、引っ越しの荷造りの際に発生する不要品を専用段ボールに詰めて送るだけで、楽天が運営するラクマに出品することができます。忙しい引っ越しの際に発生する不要品を簡単に整理できる環境を整備するとともに、不要品の廃棄やそのコストを削減する狙いがあります。 経済産業省の調査によりますと現在、中古品市場の規模はおよそ2兆1000億円に達していて家で眠る不用品を取り込み売り上げの拡大を図りたい考えです。